チャオ。これ行こう。チャオ、あーちゃんです。チャオ、あーちゃんです。はい、錦市場に着きました。ということで、行きましょう。今から食べ歩いてきます。はい。ジャンプ。あ、それ刃先一丁から取った方がいいかからあるな。はい、次安楽でございます。一番端っこまで戻ります。真ん中やったから。もっと人が少ないかもだけど、結構人いてんねん。だでも少ないかな、これやったら。めっちゃ少ないね。やっぱ少ない。もっと動けへんぐらい人がいる。そんないてるんや。少ないらしいです、これで。止まって立ち止まれる隙間があるだけまだいい。ああ、そうだよ。結構ほんまにめっちゃ多い。めっちゃ多いの。行き交う人みたいな。昔ね、あの鳥居の刺さってる右側のところにアニメのショップ屋さんがあったんですけど、潰れちゃいました。ああ、見た、ビルにあの鳥刺さってるとこ。そうです、桜咲くって読みたらしい。はい、あそこにあるの。あったんですね、こっち側に。潰れちゃった。潰れちゃった。分かってくれてる。あー、いいですよ、いかがですか。ブルルンからやめはったんで、違うよ。取れないですか。そうかも。今見てるから。ここからかららしいです。すごいパン。教えたらエミたちでしょ。頭ねぎ。屋根がステンドグラス。わ、綺麗。そう、そうやってたんですね。っていう。食べ歩きね、好きなのかな。ルーツ。コロナが少ないやん。さっきもなかったやん。完璧なやつだ。たまたまなかったね。本庄屋さん。今日のお肉でこんなんなかったよね。お肉屋さん。これ、握り。握りたできる。ピロできた。これめっちゃ美味しいんだよ、ね。あ、タコ。中にザーコンも入ってます。今ちっちゃめの350円のサイズが大きめのサイズ、いろいろございます。食べる？あ、タコ。食べる？あ、はは。ちっちゃめ。ちっちゃめで。ちっちゃめ。もうちっちゃめもらおう。じゃあ350円を日本。日本で、はい。700円お願いします。おい。タコ。これ。もう。はい、ありがとう。下にゴミ箱を入れて。はい。ありがとう。どっかで。店の前で全然大丈夫。あ、大丈夫ですか。じゃあ店の前でいただきます。あ、頭で卵が美味しい。あ、やっこ。今一番じゃあ400円から500円もあります。美味しいですね。うん、やっこですね。いや、卵入ってる。卵が入ってる。プリプリしてる。美味しい。ここで食べていかないから。
なんかスダコみたいな。こんな感じ。あんま酸っぱすぎひんスダコみたいな。甘い。ちょっと甘いにっぱい感じで。美味しいね。だってこれみんなさ、ミスキー市場のさ、なんか動画出すとみんな食べてはるもんね。ああ、美味しい。美味しい。うん、これ。お店はね、海さん。新味海さんっていうお店でした。で、美味しかったもうプリプリでめっちゃ美味しかった。まだまだ食べられる。食べようのは錦市場はね、あんまり食べ歩いたらダメみたいで、ね、お店の前で食べても OK ってことなんで。味見てください、ね、豆、豆、タコが、タコが甘め。あ、やっぱりね。違う。ユーチューバーです。はい。お母さんに間違えた。お母さん。ごめん。あ、おいしい。今流してる。今その動画撮っているんで、まだ配信はしてないけど、動画撮らしても。後から流す感じで、はい、あ、美味しい。こっちそら豆、そら豆、これが一番人気。うん、こっちが一番人気、そら豆、はい、宣伝しましょうか。毎日流した方がいい。だいたい毎日出してますね、はい、の奈良なんです。はい。で、コロナで最近景気悪いから、いろんなとこ行ってみんな来てくれへんかなと思って動画出してるんですよ。ね、まあ先々週奈良鹿に鹿せんべいあげに行ってきて、そうなんですよ。うん、すごい。すごい。工場見学、ね、工場見学、はい、いらっしゃいませ。すごいな。せんべいいかがでしょうか。大好きだな。すごい手作りやな、すごいな。醍醐味はこれなんでね。すごいすごいすごい。ありがとうございます。ありがとう。あずま屋さんです。はい、はい、ありがとうございます。また来てください。はい、すみません。みんな来てくださいね。はい、ありがとう。はい、ということでコロナに負けるな関西編です。そういろいろ撮っていきたいと思います。やっぱりコロナで減ってるみたいです。やっぱ減っとるな。本当はそうでもないみたいだけど。うん、ここコロナで半額になってますよ。あ、ほんまや。コロナに負けない半額セール。半額でございます。半額安いやん。半額でございます。うん。
っていうのがありますよね。しょうがない。これ全部半額らしいです。ここから。ああ、半額か。でもまだまだ。超でも十何個入ってんの。ちょっとお待ちください。はい、入ってるんで。大体あと5分ぐらいかかりますけど。はい、待ってね。待ってこう。いいですか。あ、あれちゃん。はい。あ、はい、ありがとう。はい。ユーチューバーね。あ、ありがとうございます。はい。はい、釣り屋さん。京丹波屋さん。京丹波屋さん、栗。ユーチューバーしてきて。じゃあ中とはしましょう。はい。はい。あ、おいしい。これ主食ないよ。主食ないの。欲しいの。いっぱいうまくしといてねって言ってる。お待ちの間。何で時代でも苦手かって。あ、ありがとうございます。ゆっくり待って。あと黄色のバッグ。お茶までいただきました。いただきます。あ、黒豆茶。あ、豆の香りすごい。美味しいです。豆の香りすごい。うん、栗と合うかも。ちょっと甘い。美味しいね。ちょっとね、お店の中を見ていきましょう。丹波屋さん。丹波の黒豆かな。お手洗いがあります。はい、もしあのお手洗い借りる人は。このお店で何か買って借りてください。これ何やろ。 50g で10g50円。好きなもの好きなだけ。ドラゴンフルーツがすごい。人参とか、すごいね。見ろ。いろんなもんが。好きなだけ入れられるね、これね。好きなだけ、うん、好みの量で。これ混ぜくちゃしてもいけるのかな。本日の市場はメロン、あ、試食、試食メロンとグリーンレーズン。ちょっといただきましょう。メロンの試食。あ、メロン。これはグリーンレーズンもあります。グリーンレーズン、グリーンレーズンは、あ、ありがとう。グリーンレーズン、グリーンレーズンいただきます。ああ、酸っぱいレーズン。美味しいね。いろんなあるな。いろんながあるんや。こっちにドライフルーツ屋さん。これ1袋400円で3袋で1000円。あ、ここで測って帰るやつね。あ、これは何。クランベリー。クランベリー食べる病院。
食べてください。美味しいので。はい、美味しい栗あげます。あ、いっぱいついてる。食べる病院、食べる病院、クランベリー、いただきます。あ、甘酸っぱい、美味しい。すごいいいらしい。抗ウイルス作用に、まあ、コロナの時バッチリやで、これ。俺これ買いにおいで、みんな。抗ウイルス作用、インフルエンザ予防、尿の濁りや匂い消し効果、医学科において非常に効果があるって。こっちに生姜？食べた？お姉ちゃん。クランベリー。体にいいのよ。クランベリー。赤いの。食べました。食べた。甘酸っぱい。アーモンドは？よいしょ。アーモンド美味しいよ。アーモンドは。これ生姜。はい、よし。はい、これアンダーブやっております。ただ、懐かしい、これ食べたことある。これアーモンド？アーモンドやって。あ、これ殻かな。これ殻、殻がある。はい、次アンガグでございます。あ、もういただきます。はい、次アンガグ、ありがとう。うん、香ばしい、おいしいね。うん、今食べたのこれでしょ。最高。美味しいね。これ、あ、干し梅。あとね。はい。干し梅。います。うん、美味しい。あの忍者飯みたい。美味しいね、これ。食欲に詳しい。2つで1100円いただけますか。すぐ半径やな。これ黒豆茶。さっきいただいた黒豆茶。それはない。これやばい。これ。なんかね、今通った人は こんな感じね、こんな感じでガラガラやなって言ってね、それだけ人が少なくなってんねんね。京丹波屋さんっていうお店でした。黒豆茶ポンしまして、ああ、そうなんか、あの、これ食べ方のマニュアルです。はい、圧力かけてる。
取れた。うん、取れた。すごかった。よかったね。結構取らしてる。うん。ああやって出すんですか。出すな。面白いですね。な、まあ、作って。工場見学見。工場見学。作ってるとこ見えへんもんな。ちょっと時間帯が良かった。良かったね。はい、クイズでございます。はい、半額やってます。はい、半額やってます。またから言える。すごい。めっちゃ蹴られてる。おぉ。しそう。ありがとう。はい、半額でございます、ご主人。はい、ただいま半額やっております。はい、次半額です。ありがとう。ありがとう。ありがとう。暑い暑いやな。大体1枚なのに、30グラムぐらいおまけ入れてくれました。ありがとう。30グラムぐらいおまけ入れてくれました。京丹波屋さんでした。ハハハ。